裏世界ラボ。今日もかっこよかった。私は三井有奈、23歳の美容師だ。インディーズバンドのボーカルエイトと付き合っている。エイトとの出会いは合コンだった。あの人なんかすっごい雰囲気あるな。何してる人だろう。俺インディーズだけどバンドやってるよ。バンド？ライブもやってるし配信もしてるんだ。よければ見てよ。かっこいい。何これ、エモい。家に帰ってみたエイトのライブ動画は私の心に突き刺さった。私はすぐにエイトに連絡を取り、ライブを見に行った。小さなライブハウスだったけれど、そこで歌うエイトは涙が出るくらいかっこよかった。そしてマジで来てくれたんだ、すげえ嬉しい。好き。私はエイトに恋に落ちた。エイトはその頃いろいろなバイトをしながらバンド活動をしていて、かなり忙しいようだった。本当はバンド活動に専念したいんだけど、仕方ないよな。早くバンドだけで食えるようにならないと。バンドだけだと厳しいの？投げ銭とかもらうけど、やっぱり厳しいな。スタジオとかに金かかるし。そっか。それにほら、よく言うだろ、今は昔と違って音楽が売れないって。配信でも稼げたりはしないんだ。稼げてもスズメの涙だよ。でも俺のライブ動画は再生回数伸びつつあるし、 SNS では結構話題になってる。バンド一本でいければすぐにいろんな企業から声がかかるはずなんだけどな。バンド一本、あんなにステージで輝いている人が清掃のアルバイトをしているなんてもったいないよ。少し悩んだけど、私はエイトの夢を全力で応援することにした。エイト、私の家に住まない？家賃とか食費とかそういうのはいらないから。そうしたらバイト減らしてもいいんじゃない？ありな。店長、私来月お休みいらないんで、空いてる日も入れちゃってください。私は美容師で収入はさほど多くないものの、シフトを増やすこともできたので休日を変動して働いた。そのせいでエイトのライブにもなかなか行けなくなってしまったが、それでもエイト頑張ってる。配信される動画や SNS を残さずチェックし、歌うエイトを画面のこちらから応援していた。ステージで声援を受けるエイトを私が支えているのだと思って嬉しかった。しかし今日は機材が壊れて店がお休みになった。久しぶりにライブに行ける。え？ライブ会場に行く途中、ラブホテルから出てきたエイトと女の子を見かけてしまった。エイト、どういうこと？どういうって見ただろ、ラブホ行ってたんだよ。エイトは私が責めても全く謝らなかった。それどころか、ファンの子たちは金出してくれたり飯食わしてくれたりするんだよ。だからお礼としてデートすんの。っていうかさ、お前別に俺の彼女じゃないだろ。え？俺お前に付き合ってとか言ったことあった？エイトの言う通りだった。エイトはなし崩しに私の家で生活しているだけで、恋人だと言われたことは一度もなかった。エイトはまた出かけていったけど、あまりにもショックで私はその日ライブには行けなかった。涙が止まらなくて友人にそのことを話すと、だよね、そんなことだろうと思った。え？どういうこと？あんた昔からすっごく男の趣味悪いから。確かにその自覚はあった。高校時代の彼は将来タレントになりたいと言って芸人を目指して高校中退、結局キャバクラのキャッチになったと風の噂で聞いた。大学時代に好きになった人は小説家になると言って卒業後実家で引きこもり、家を叩き出されてホームレスに。就職後に知り合った劇団員の彼はその後オレオレ詐欺の受け子で捕まった。よくそんなの見つけてくるなってくらい歴代彼氏クズばっかりだったよね。クズじゃないし、っていうか夢のある人ってかっこいいじゃない。それで毎回痛い目見てるんだから懲りなよ。でもエイトは今までの彼とは違うよ。ちゃんと本気でライブ活動してるし。でも浮気されてんじゃん。あ、そもそも彼じゃなかったんだっけ？うう、あのさ、この間の合コンでアリナの隣にいた人覚えてる？あ、なんか真面目そうな人だっけ？あの人アリナにもう一度会いたいって言ってたんだけど、どう？あー、確かにちょっとイケメンっぽい感じではあったけど、なんか地味だなって思ってた。ごめん。地味なのは学校教員だからだよ。小学校教員なんだって。どう？会ってみない？ごめん、断っといて。私そういう堅実すぎる人って保守的すぎてダメなんだよね。やっぱ男の人は夢がないと。あ、そう。とはいえ、エイトはもう私の家には帰ってこないかな。はあ、
寂しい。しかしその予想は外れ。結婚しね。え？私はいきなりプロポーズされた。昨日はお前を傷つけて悪かった。そうだよな、付き合ってなくてもお前は俺にこれだけ尽くしてくれたんだもんな。だから結婚しようぜ。籍入れればお前も安心するだろ。エイト。こうして私は矢村有奈になった。矢村はエイトの本名だ。それって家政婦兼 ATM が欲しかっただけじゃ。まあすっごい幸せだって。結婚してくれたんだよ。それだけ私のこと愛してくれてるってことじゃん。矢村さん、公式だと独身ってことになってるけど。あ、それはね、ファンから私と子供が嫌がらせされないようにだって。子供？あんた妊娠してるの？4ヶ月なの。そして私は無事出産。この頃は幸せの絶頂だったけど、エイトはライブツアーや曲作りのスタジオ宿泊が増え、家を空けることが多くなった。エイト、ツアー頑張ってね。それでもやはり音楽業界は厳しいらしく、エイトの年収はいい時で100万円いくかいかないか。エイトに扶養に入ってもらい、保育園に子供を預けて私は必死に働いた。エイトは忙しいので子供の世話は全くしてくれなかったけど、ほらこれがパパだよ、かっこいいでしょと私はエイトの配信動画を見せて子供に教えた。生活は厳しかった。子供にかかる費用は親に頼らざるを得ず、塾や習い事なんてとてもじゃないけどさせられない。私も服なんて結婚前に買ったものばかりで、それも破れたりほつれたりしてきたらメルカリで安い服を買ってきた。美容師だから化粧もしなくてはならず、化粧品は全部100均。髪型だけは後輩の子の練習台になることで綺麗にしていられた。これは本当に運が良かったと思う。自分より子供とエイトを優先していたからガリガリに痩せたけど、前よりスタイル良くなったし、これはこれでラッキーだよねとポジティブに考えることにした。私はエイトの音楽活動を必死に応援し続けた。 SNS でファンを装って宣伝したり、ライブ費用を稼いだり、グッズを手作りしたり。でもなかなかエイトのバンドは伸びず。もうあいつらダメだ、バンドやめるって言い出した。エイトが35歳になった時、他のメンバーはバンドを辞めて就職してしまった。信じられない。どうして夢を途中で諦めるの？売れないなら頑張ったらいいだけじゃない。だよな、お前だけは俺を応援してくれるって信じてた。俺ソロで頑張るよ。とはいえエイトはソロでやれるほど技術がなく、音楽活動での収入がほぼなくなり、エイトは警備員のバイトを始めた。そしてさらに10年以上過ぎた48歳になった今も、エイトはインディーズで配信専門の音楽活動をしている。エイト、今日も頑張ってね。ああ、今日は投げ銭いっぱいもらえるといいな。子供は私の両親が大学まで出してくれたが、家を出たまま帰ってこない。同級生はすでに家のローンを払い終え、子育ても落ち着き、旅行だのなんだのとしていることは SNS で見て知っていた。でも我が家には10万円の貯金もない。マイホームや旅行なんて夢のまた夢だ。ごくごく、本当にごくごくたまに、あの時の教員の人と付き合っていたらどうなっていたのかなと考えることもあるけど、きっといつかエイトも売れるだろうし、やっぱり夢がある人がいいよね。私は今もエイトの夢を応援し続けている。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。